お待たせしました。本日は女流王冠 A リーグ第1節 D 卓4回戦の模様をお届けいたします。実況は私、阿久津翔太が、解説は三浦智弘プロが務めます。三浦プロ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは対局場の準備ができたようです。女流王冠 A リーグ第1節 D 卓4回戦投牌の開始です。それでは4回戦開始してください。立会人藤島健次郎の合図で対局が開始されました。さあ4回戦の並びは、ちいちゃから菅原、なんちゃ北条、シャーチャ魚谷、ペーチャ斎藤の並びとなっております。まずは菅原の親番からドラはパーソーです。さっきの半ちゃん1回で菅原さんと魚谷さんがひっくり返りましたもんね。一気に、はい、下にポイントが出ています。1、2回戦は完璧なスタートだった菅原としてはちょっとプラスが減ったなとですね。ちょっと気分良くないですね。はい、気分は良くない。反対に北条さんはかなり苦しい3回戦の途中から一気に盛り返したんで、はい、なんかもうこっからこっからみたいな感じになりそうですよね。はい、そして大谷が早速ポン、しかもちゃんたもあるし、はい、初でもいいし、初をポンしてこれで3ワンを切って8000の転敗。早っ、早すぎる。危ない危ない、これが最速マーメイド。まあこれは危なくないか。いや、でもハクは現物ですけど、はい、いや危ないんじゃないですか。まだ最速の8000転敗積もった。最速の2000、4000、4枚目ですね、このチューン。はい、危ない人2人いましたもんね。いましたね、あまりにも早い。もう始まってまだ1分経ったか経ってないかくらいの感じですけど菅原さんはもう予約かぶりで、そうですね、親分落ちちゃった。ちょっとなんかさっきの3回戦からなんか雰囲気が悪いような感じがしてしまいますよね。急に悪くなっちゃいましたね。はい、さあとにかく北条の親番ドラ数番です。おちゃんちょっと戻したとはいえまだまだマイナス大きいんで、はい、頑張りたい、頑張りたいです。下に出ている、ポイントですが、まあ、スタートと書いてある左の白い数字プラス 9.8 とか書いてあるのが3回戦までの、トータルですね。黄色のトータルとなっているのは現在の、素点と順位点込みのポイントとなっております。このまま終わったら大谷さんは64、はい大勝利です。十分、はい、この一発裏なしの公式ルールではプラスもう 4,50 ぐらいはもうかなり大きいですからね。 4,50 浮いたら嬉しいね。このハイパイも嬉しくて、ハイも嬉しいね。嬉しい、ドラの数番はもっと嬉しい。最高の手です。差し子丸見え、はい、もう差し子じゃなくてドラでもいい。シグロにもなりますもんね。何でもなる。ちょっとシャーがね気に入らないぐらいで。そうですね、もうシャーこれシャーシャーある、シャーシャーある、シャーシャー行きそう。無難にウーソ切って差し子にも対応しやすくする手もあります。シャーだ、シャーですね。こっちの方がなんか打点平均打点高そうですよね。はい、なんかいろんな高いバリエーションがありますもんね、うん、シャー、あのさ、ウーソを切っておくとダイレクトの差し子の3色になりやすくて、それだとハネマンクラスまであるんですけど、こうしておくともうほぼ何引いてもマンガンクラスになりますね。はい、もうこれでいいですもんね、うん、そう十分、はい、たったこれだけで漫画のいいシャンタになる。さあドラを前順引いた菅原トンも重なる。ソーズか、ソーズ行きたいけどドラが数万なんで、でも行きました。親の北条としてもこれは本一上がりきりたいところ。ここもいいとこ引いた。三品引き入れてドラをうまく使えるか。しかもチュンチュンって言ったのは強気ですね。はい、手牌に安全牌なくなるんですけど、ピンフの違反すら逃さないようにしました。はい、じゃあこうしておくと羽まんまで見えます。見えますね。さあ菅原はトンをポン、これは数層かな。はい、いいシャンテン。ここまでかなり守備意識高い選択が多かったんですけど、ここ1枚目から泣いてきましたね。はい、もう黙ってはいられないと、なんかそんな感じしますね。ちょっとこれ以上減らされるのはやってないと。はい、じゃあ私がやってやろうじゃないかと。これはウーソーか三品か。三品にした。
こうしておくとドラのスーマンもう1枚引いた時はリャンペイコーのイーシャンテンとかになりますね。はい、そして菅原ローワンチーしてイーソーキューソーシャンポン待ち。さあこれで北条は本一のイーシャンテン、これはリャンワン切りそうですね。はい、ウッパーソーと三層発のシャンポンが残っている形。発は場に1枚入れ、テンパらない想像を引いてきたらもしかしたら鎮逸まで見ていくかもしれないですね。そうですね、したこのウワンはそのウーソ残しが見事でしたね。はい、これでスッチーピンのリーチです。こんな風にマンガンクラスになるパターンが多いと。やはりシャアの統一落としは偉大だったと。偉大ですね。はい、スッチーピンは誰の手にも移されていません。マジ山に5枚です。北条もさらに良くなるガス、ピン積もった、一応高めリーチ積もタンヤオイーペイコードラ2004戦。はい、もうあまりにも嬉しくなりますよね。絶好調で親番迎えました。はい、もはやプラス80とか90とかいっちゃうんじゃないかぐらいの。200目指しましょうか。もう100いきましょう。さあそんな魚谷の親番です。この親番は恐ろしい、うん、この恐ろしい親番ということは、はい、北条さんが頑張ってくれるかもしれないですね。そうですね、もうだってこれ誰が見ても恐ろしいですよこの親番。結構徹底してますもんね、はい、いい人の親番はしっかり流すって。そうですよね。さあ斉藤さん統一、菅原博が統一、パソが頑固になった。面白いですね。はい、さあ北条は形はちょっと苦しいですが、トンのポンはできる。これトンポンしていってたらもう相当徹底しますね。はい、ちょっと普通の人は泣けないぐらいの手配ですけど、ちょっと形苦しいし、ドラも待つ、なんか浮いてるのか浮いてないのかぐらいの形ですもんね。ですね、非常に泣きづらくあります。はい、さあトンが出たらどうなるのか。菅原さんもういいシャンテン、つもり参考にもなるかもしれない。この順目だったら菅原さんもポンテン取るかな。これはどうします。一応3ピン切ると1通の可能性残りますけど、やっぱりダイレクトなつもりさんこう残す方がと思ったら1通の方にしましたね。はい、一応9ピンとか引いたら1通に戻ろうってことかもしれないですね。そうですね、何ピンだ、4ピン5ピン、ウーピン、ウーピンはハズレです。でもさっきの3ピンと違ってウーピンの場合は E ピン切っておくとローピンチーピン引きから E ペイコーの変化があったので、はい、さっきの3ピン切るよりは残しやすい牌でしたね。はい、ここで E ピン切りの選択もあったと。ありましたね。嬉しい白、嬉しいのか、まあ、嬉しいですけど、はい、なんかちょっと物足りなくなっちゃいましたね。そうですね、なんかこうなるとつもり3個とかなんか欲しくなってきますね、うん、人間はちょっとね欲張りなんで。はい、欲深い生き物です。さあ現状は菅原関数ピン役割転配、まあいらないですねこんなリャンピンは。はい、まあピン図上で伸びて両面になったら1300-2600目指してリーチ打つかもしれないですね。はい、親の大谷ドラを切っていった。何回来るんねんと。うん、ピン図の下ばっかり求めているのはそこじゃありません。スーピンは山に1枚だけ、早く変化させたい菅原お、大谷さんは前順9ピン9ピンと言ったんですね。面単ピンの方にしたんでダイレクトなしごろではなくなってしまったんですけど、これもなんかさっきやったシャーシャーに似てますね。平均打点が上がると。そういうことですね。はい、この後さらに3色になるかもしれないですね。はい、さしごに変化したりと、しごろに変化したりと、はい、そんな変化を求めています。
王女さんさすがにもうギブアップ臭いですね。うん、ちょっと形が苦しいですね。黒なんでも手残せなさそう、はい、さあ大谷さん選択。ここはカンチャンを払っていった。カンチーワンダイレクトよりもシャンポン残すことによってこの先の E ペイコー変化をしやすくさせました。なるほど、もういい判つけにといったところ。ここはリャンソーの地、リャンソーが場に2枚目、結構早かったですね。はい、ここは地位点取っていきました。大谷ローピンとローソーのシャンポン待ち。現状天敗は菅原と大谷、まあ、早いといってももう12巡目に差し掛かっていたので、まあ自然は自然ですけど、はい、でもちょっとなんか連チャンにかける思いが伝わってきますね。ですね、プラス100いきますよと。親番落とすつもりはありませんよと。はい、菅原さん変わんないね。変わらない。キューピン4枚見えちゃったんですよね。ちょっと変化が減ってきてしまった。これでドラー場に全て見えました。じゃあでも武田さんの仕掛けも怖い仕掛けではないんで、はい、周りもシンプルに進めやすくはありますね。はい、ただローソー、はい、菅原から打たれたローソー、大谷の上がりです。単野を1500の上がり。さあ大谷は狙い通り連チャンに成功です。本3局一本場、大谷の連チャン。なんか菅原さんこの節はプラスでまとめたいですよね。そうですね、これなんかマイナスでちょっと帰るの気持ち的に嫌ですよ。うーん、だって途中ね40以上打てましたもんね。はい、なんかそういうなんか途中までプラスしてたのにマイナスして帰るときって、はい、なんかあれがダメだったのかな、これがダメだったのかなっていう。別にねやってることは一緒なんですけどね。はい、ただ気持ちがね、うん、沈んじゃうんですよ。そうなんです、気持ちが沈んでしまうとね明日からに影響してきますからね。1ヶ月ね沈んじゃうんで、はい、気持ちよく帰りたいです。さあシャーチャーで面白い手になってきましたね。はい、トイトイにしたい。今の飯間さんはいいですよね。そのトイトイになるかもしくはドラを使えた時はそっちで打点見ていこうと。はい、どうせ関連は埋まったところで大した手じゃないので。もう大したことない受け入れはいらないよと。そう、まあ、今度はいらないです。いい、ね、はい、そうそう、これ切ってる間にどうなるかを見たいと。はい、うん、こんなリアンは全く関係ありません。大丈夫。おっと、大谷早くもいいシャンテン。さあドラがローソー、リーチピンフ、ドラ1は親で十分な手と言われてますからね。勝負手ですよね。はい、チートイツのいいシャンテン。そう、こういうこうなったら縦か本一かで、はい、打点を見ていきたいです。なんなら両方になるかもしれない。確かに、こうなると菅原としては仕掛けて、おっと、これは一旦チースト取る、一旦チースト切りたいね。まあ、取るのが無難は無難ですね。はい、一旦チースト切ってなんかいい短期引くか、トイトイ本日トイトイにするかみたいなですね。ルートもありましたよね。チースト危ない、いや危なくない、全然危なくない。リャンピンが1枚、シャアが1枚、全然トイトイ変化ありましたね。はい、現状は9-1短期、場に1枚、手牌に1枚、山に1枚。さあ優秀な変化を引けるか菅原。これで北条もペンチャンと三面チャンのいいシャンテン。ちょっと3色は崩れちゃったんですけど手牌は広い形になりました。はい、斉藤もリャンシャンテン、ドラが浮いています。ペは一切れ絶好、闇点、闇点だと北条のペイがかなり出そうです。時間の問題ですねこれは。はい、もうタイマーの音が聞こえますねこれは。もう次か次ですねこれは。はい、ああちょっと名残惜しい、もう今更無理です。はい、なかなか出ないペイ、大谷さんもなかなか入らない。はい、斉藤これでドラがちょっと使えそうになってきた。ただもうあまりにも上がりが近い、菅原の上がりが近い。魚谷天敗しない、どうして。王女さんも今何残しそうですけどね、完全安敗の。あえてペイを残してるんですね。1枚揺れの方残してますね。はい、
これはしょうがないね。出ない。しかもパーピン2枚入れですよ。どうしてですかこれは。どうしてですか。どうしてなんですか。エペー警戒してるんですかこれ。もしかしてそんなことありますか。菅原さんの世代ちょっと派手ですけどね。はい、なんかこれペー警戒してるとしたら、はい、なんか間合い的なものだと思いますけどね。同卓しててなんか雰囲気が、あ、なんかこの人テンパってるかもな、ちょっと捨て入ってだからチートケアしようかなみたいなぐらいしか考えられないですけどね。確かに北条からしたらチートイツドラドラって言われても不思議ではないですもんね、うん、実際にこれ今回は1600ですけど6400だったら止めたら超ビッグプレーですもんね、はい、うん、ドラに変わりますね。うわー、北条打たずに済んだ。こんなことがあるんですか。これ上がりまであります。あ、でもトンないのか。トンもちもちでパーピンもないから天杯までなんですけど北条回避してる。はい、ドラは1枚あるか。いますね。積もって2000、4000の未来ある。そして魚谷は形式天杯取れましたね。はい、ちょっととても悲しい気持ちですけど天杯取れたことは大きいです。北条さんペー切らずに先に切りましたね。スーソー、はい、順目。お、リーチいった。斉藤がリーチ。トンとローワンのシャンポン待ち。トンはなしの、ローワンは一山かな。1枚ドラがここに来た。魚谷の地位でドラが流れていった。菅原さんのツモが、はい、じゃあまた北条さんじゃないですか。北条さんがスーソー流せたから。確かにそうですね。ペー切ってたら、いや結構順目的にはペー切って自然な順目でしたよ。はい、自分も、うん、自分パーピンもなかったんですから。これもうなんかいろいろ起きてますね。はい、1600の補充は防ぐわ、2400の積もは防ぐわと。まあ結果親連チャになっちゃいましたけど、はい、奇跡的な流局と言っても、奇跡的な流局に見えますねこれは。はい、さあちょっと今手牌を開けるときにクラッシュしてしまいましたが問題はないでしょう。王女の一人の点で流局、なんかこうなるならもはや1600打った方が良かったっていう。まあまあ結果はね、はい、その1600、あのさっき言ったように64だったかもしれないんで、はい、64だったらね、うん、64の方針ほんと効きますからね。効くね本当に。はい、やめてよと思う。うーん、防げないよそんなのっていう気持ちになります。さあトンの3局ボンバ、強卓が1、ドラ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 、ハク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 、2本場ですか。強卓1の2本場ですね。魚谷チャンステです。さあ菅原さんのハクが結構形いいんで早めに出そうですね。はい、お、789にもできる。その場合ちゃんたまでつきそうですね。そうですね、なんか夢のある手になってきました。うん、ここから仕掛けで入ってもおかしくないですね。はい、ペンちゃんカンちゃん、ハクが出て、これは当然ポンですね。もうこれトーン切っちゃいますか。はい、もう切っての目いっぱい。ウォータにこの手は何点までいくのか。いや何点でもいいからまず上がりたい。最低 5% ですもんね。はい、ただ他の人も形いいですね。そうですね、北条も悪くないですし、ハク泣かせた菅原さんも形十分です。はい、魚谷はウーアン切りましたね。66のまま、ね、こうすることでパワーも泣きやすい。そうですね、この段階で切っておけばこの後チーチーって言った時はもう相当パワーケアから外れますからね。はい、北条のチーピンが出るかどうかというところですがまだ出なさそうですね。北条さんも形いいですからね、はい、どこで打たれてもおかしくない。カン、ハクをカカン、これで最低保証7700、うん、このカカンは非常に大きい。酸素ポンから入っても十分です。はい、もうちゃんとも3色もいらない、7700でいい。できれば欲しい欲しい。
原さんなかなかいいシャンテンにならない。はい、形はかなり広いですが、うん、しかも差し子の3色とも狙えるし、はい、ドラ受けもあるし打点もそこそこ見えそうなんですけどね。王女は9ピンつもぎったのでさらにチーピンが出そうです。チーピンチーしたら魚谷は何切りになるか。ここでもチーピンか、あでもリャンソーもあるか。チーピン切り、これはチーして何を切る。チーソーか三ソーかどっちがいいか。三ソー打点を見たですね。まあパーソーも切ってる人2人いるんでチーソーも化け悪くなさそうですよね。はい、ただ唯一パーソーを切っていない北条がチーソー2枚。なるほど、はい、場合によっては打ち出される可能性もありますね。ありますね。9走引きとか、うん、チーソー出そうです。すみません、見えましたね。本当だ、あんないい形からリャンシャンテンでは勝負できないと。これが守備力。ちょっとなんかトータルプラスがどんどん減ってってジージーしてくるような状況でしたけど、うん、これはリャンソーにしましょうか。はい、さすがに、うん、両面は大事。実際チーソー4枚目流れましたね。本当だ、じゃあちょうど両面変わってよかったですね。テンパイ、テンパイ一旦取るのかな。一旦外す、一旦外した。となるとチーソー出るかもしれなかったです、ね、まあでもいいですよね、うん、結果の結果の、はい、関係ないです。さあ北条いい感じにテンパイ復活させたい。さすがにパーソ2枚切れば嫌でしたか。はい、なんかここまで見てると一旦テンパイ取るかなっていう気はしたんですけど、これ北条がローソー引いたらもう大谷のパーソーめちゃくちゃアウトですよ。めちゃくちゃアウトですね、はい、今ローソー流れましたね。でも本当だ、薄柄復活あるか。でも一数層は切りづらいか。最終手出しが3層、あ、ごめんなさい、3層の後パーソー9層でしょ。9層か、3層切った後9層か。はい、うん、テンパイリャンソー7700のテンパイですパッと見バキは良さそうなんですけど、その自分の三層を見て受けた斉藤さん菅原さんが三層切ってるっぽいんでちょっと分かんないですね。このリャンソーどんくらいいるかそうですね、仮にメンツから中抜きしてたとしたらその周辺にリャンソーがあるわけですもんね、うん、むしろ1枚ずつは最低持ってそうに見えるかも。はい、ただ菅原は奇跡的に持ってない。0枚結構いますね。はい、北条が3枚も、おっとテンパイ。 C1 は入り目、少なくともねスッチーソーリャンソーが切れる範囲では簡単に切れる範囲ではないのでテンパイ取るか降りるかだと思うんですけど、はい、なんか中途半端にリャンソー数層とはならなさそう。おお、なった、数層、数層ですよ。ですね、一見危なく見えますが、単純なスッチーソーは出てこなさそうではありますか。はい、失礼しました、入り目パー1でしたね、失礼しました。ポン出しの3層だったのでちょっと356の形は可能性低くて、その後899、はい、9は2枚目つまぎりか、89出てきたのでなんか3層切った段階で5689の可能性は低そうではありましたね。はい、さあこれで北条はリャンパーワンテンパイ闇天に構えました。すごいですね、これは見事と言わざるを得ない。斉藤さんも密かにテンパイ入ってましたね。本当ですね、 Q1 とシャーですがどっちも役なし。さあさっき止めたスッチワンの筋を切るかどうか。はい、スーワンもサンワンも無筋。てか北条さんドラのイワンをしてるんですね。本当ですね、通ってないですねドラのイワンは、うん、リャンソーになった。これは魚谷の上がり、ハクドラドラ7700は8300、これは北条痛い北条となってしまった。そうですね、ちょっとスッチイワンって信じてそこ以外は切ろうみたいな感じになっちゃったんですかね。はい、ワンチャンスのリャンソーでした。さあ大谷の親番は終わりません。トン3局3本場ドラウソードラドラドラ3、もう止められない。
本当に100いっちゃうんじゃないですか。いきますよ、これは誰も止められない。止まるのか、救世主は現れるのか、どうだ。斉藤は悪くない、はい、救世主になりうる。菅原は悪い、ちょっと悪い。平和を高ぜ、救世主にはならなさそう。ならない。北条はマンズ、面白い、悪くない。白も統一、ちょっと打点見たいですもんね、北条さんは。はい、さあ大谷はもうこれマンズの地位とかももはやあり得るかもしれない。ありえますね、ローワンとか。はい、なんせドラさん、さあ大谷、このドラさん何としても上がりたい。これも嬉しい。この小さ引きで単葉の仕掛けはローソーぐらいになりましたね。はい、ローソー地位だけはしたい。はい、マンズからはなかなさそう。おっと、北条もいい手になってきた。ヤクヤク本日見えてきた。そして白が出た。この白は当然北条ポンです。ぶつかります。先に E1 切りましたね。はい、ちょっとマンズの本一ぼかしに行きましたね。そうですね、 E1 切っておけばなんか今のところ川はおとなしいですよね。ですね、第1打こそチーピンになってますけど、その後がね結構おとなしくできたので、はい、かなりマンズの本一薄れるかもしれないですね。薄れてきている。大谷もブクブクになってきた。これで最低の両面3つみたいな形にはできますね。はい、さあ仕掛けを受けた菅原さん。もう菅原はもうはるか昔からもう受けの感じしますね。ハイパイもらった時から受けようみたいな感じでしたね。はい、もう風が吹く前に嵐にもうねあれするっていうことですね。一応チャンタの目は出てきましたけど、はい、そうですね、形としては十分上がりが見えてきた。チートイツイシャンテン、北条と斉藤が初もちもちです。なるほど、北条これ苦しいですね。そうなると、そうですね、だいぶ上がりは厳しい。そして菅原降りてたと思いきやイーシャンテン、フラフラとイーシャンテン、はい、実は一番早いのかもしれない。一数相当カンパワン、あっさり、一番早いのは私でした。リーチです。カンパワン、リーチ、チャンタ、誰ですか受けてるって言ってたのは。全然受けてなかったですね。失礼しました、失礼しました。いやもうでも大谷は当然降りないですからね。降りないですねこれは。はい、あここに来た、あと1枚、あと1枚しかない。これは残り1枚上がれれば菅原高いが、長引くとやってくる大谷が。イーシャンテン取りますか。数層からヤマン切ればイーシャンテン、はい、イーシャンテン取りました。もうやってきてる、大谷の足音が聞こえてくる。数層は怖いですね。北条イーシャンテン、あでもパーワンが浮きましたね。天敗ではない、チーワンが一番広いですけど、はい、もう広くしちゃいますか。3ワンもありますね、筋ですね、はい、まあ、これも結構広いですもんね、はい、同じぐらい広かったです。はい、最終形が両面になりやすいのはチーワンでしたね。イースワンの形が残ります。はい、これだとチーソーパーソー引きの時にちょっと愚形になってしまうと、うん、ただその時もね現物待ちの観浪湾で1万8000クラスありますからね。はい、十分。ドラのウーソーを引いてしまった北条、これはあパーワンになった。このパーワンは菅原の上がりだ。リーチ、チャンタ5200は6100。いや北条としては手痛いこの2局の宝珠、ただ自身も勝負手でしたからね。いやでも痛いですね、ちょっと痛いは痛いです。いやただ菅原の手順も見事でしたよね。そうですね、ちゃんと1本に絞ってしっかり捉えてきましたね。はい、守備力も意識しつつしっかり自分の高打点も逃さない、見事な上がりでした。大谷さんの天敗がもう間近だったんで、はい、菅原さん大きいですね。値千金の上がり。さあトーン4局、斉藤の親番です。一応今の上がりで今日プラスになりました。菅原です、ん菅原ですか、はい、はい、まあ、できれば浮きたいですね。ですね、目の前に見えています。大谷はプラス 84.4。 なかなかいけないですよ84は。なかなかないです。斉藤さんおとなしくなんか展望キープしてますよね。そうですね、まあ、2万6000点持ちであればなんか親番絶対連チャンっていうわけでもないですからね。
これだけ高打点飛び交ってる中2万6000点キープできてるんで、ではかなり嬉しいですね。はい、一上がりで原点見えます。かなり耐えているというような状況です。今回は特にいい人いなさそうですね、はい、全員形もあんまり良くないし、ダルノリアンピンもまだ3枚山にいるんで、なんか今チラチラとパラパラと魚谷の今までの女流王冠の成績見てたんですけど、大体まあその7節、まあ、8節ある中で1回はもうプラス80クラスしてますね。すごいですね。やっぱりどっか1回はもうそういうビッグゲームというか節を作ってると。僕80以上浮いたの10年で1回しかないかもしれない。10年で1回それを大谷毎回やってるってことですか。恐ろしすぎる、まあ、リーグ戦ですけどね。はい、記憶ないですもん。100は絶対浮いたことないです。ないんですか。ないです。えマイナスも少ないですよね。そうですね、最高が60ちょっとぐらい。あ、マイナスの最高が60も相当なかなかないですよね、うん、誰しもが1回はなんか80とか90マイナスしてしまうものですが、1回だけ4連勝して90ちょい浮いたことがあるんですけど、はい、それ以上それ以外ないですね。ザ安定ってことですね。いやでも結構ね雑に打ってるつもりなんですけどねたまたまそうなってるんですよね。おお、めっちゃいいの引いた。はい、タンヤドラドラのイーシャンテン、あんなに悪かったのに。はい、これでもう一気に超勝負手ですよ。ここもイーシャンテン、はい、ドラ短期まであるただドラは今最多が持っていた。あれ、魚谷さんイーシャンテンじゃない。イーシャンテンですか。本当です。シャーと Q1、シャアがバニー2枚、3枚切れ。じゃあシャアを引けるかどうか。 Q1 もバニー2枚、手配に1枚、1枚ずつ。ただ転廃してしまえばプラス100が見えてくる。大きく超えてきますね。はい、ただ斉藤さんも勝負手で、しかもねポンテンチーテン取りやすい形なんで、結構国士の可能性は低そうですけど、 Q1 がここで出て3枚ずつ切れた。3枚、はあ、一瞬間に合った。間に合ってる、間に合ってる。あ、でここ太陽ドラドラドラ、高めドラさん、リャンピンリャンソーリャンピンは1枚もたれ山1。え、これ Q1 止まる人いるんですか。今全員打つんじゃないですか。打ちそうですよね。菅原さんは分かんないですね。はい、菅原さんはもうどうせ手配の価値低いんで、大谷さんのトンテ出し見てやめる手はありそう。ただもう斉藤さんは不可能だし、はい、不可能ですね。東條さんもイーシャンテンで先に切っても全然おかしくない。2対1、枚数は、枚数で言えばまだ急速切ってますもんね。はい、ってことは切りそう。リャンピンリャンソー1枚ずつ、でも Q1 1枚ある。いやいやいや、怖い怖い怖い。どうなるんだ。3層、そらさんもう折りになりそうですよね。ただ共通の安牌難しそうですね。全員に折り切るのは不可能ね。魚谷さん国士の牌切るわけにはいかないのに、斉藤さん単野王の天牌ですもんね。はい、今ローピン合わせられますか。数層からにした、どっちも親の現物ですね。これ菅原からしたら、はい、3層4枚見えてるんで2層危ないですね。あ、本当だ。この後、まあ、先にローピンとかになりそうですけど、はい、その後危ないですね。2層がそのうち出そうです。打ったら7700、あまりに大きい。いいピンは魚谷切ってる。お、ドラが使えた。北条はピンフのイーシャンテン、まだ流れない。 Q1 ある。 Q1 リャンソーリャンピン流れない。全部ある、全部あるんです。この短い山の中に全てのドラマが詰まっている。そして菅原さん折り切れるか。もう次危ないですね。危ない、リャンソー危ない。3万2000は高いけど7700も高いです。あー怖い。もう北条さん降りたっぽいですね。一応国士の牌も切らずに。はい、となるとあとは斉藤さんが止められるか、そして菅原が降り切れるかどうか。 GP も取ってない。あ、取ってるか。魚谷さん通してるけど、一応今、はい、リャンマンの手出しがあったんですね。じゃあリャンソー危ないか。スーソーの手出しなんですよね。斉藤さんウーソー切ってるのにスーソー手出しなんで、シャンポンは十分考えられる。あ、テンパイ取った。ここは北条が E1 を切って一数ピンテンパイ。もう E1 も危ない。もう全てが危ない。流れない。もう怖い、何も怖い、もう全てが怖い。ウータニさんの数ピンかなり強いですね。はい、これ数ピン見た後の
4枚目の Q1 はやめれるかもしれない。リャンソー、このリャンソーはサイトの上がり、タンヤオドラドラ7700、非常に大きい上がりですが、固唾を飲んで見守る魚谷がその横にあいます。1枚、確かにまだ山に残っていました。なんか無責任に流れを言うと、はい、上がりそうでしたよね。上がりそうでした。斉藤さんやめれたかな。いやどうなんですかね、やめれなさそう。勝負手ですからね。でも大谷さんもう相当来てたんですよね、スーピンは、はい、明らかにおかしい牌なんで、4枚目の Q1 はやめれたかもしれないですね。うん、目に見えてテンパイだったら当たる牌ですからね。で自分の手番がもう最後から1回目2回目だったら、もしかしたらやめれてたかもしれないです。はい、さあ非常に恐ろしい一局でしたが、斉藤の連チャンです。ドラー数層、ちょっと北条さん放置続いちゃってますもんね。そうですね、どっかで止めたいんですけど、はい、なんか3回戦でようやく取り返したのにまたマイナスっていう、なんか嫌な展開ですよね。うん、しかもちょっと無理をしての放置が続いてるんで、はい、うん、なんかどっかでなんとかしたいです。なんとかしたいところ。さあ親の斉藤はドラが1枚、リーチを目指したいところ。ちょっと今回は早そうな人がいません。北条さんが換算差とか引けたら勝負手ですね。はい、2差しまであります。小谷さんは本位積みながらのんびりいきそう。はい、うっすら単葉になってきましたけど形は悪い。はい、うん、なんとも言えない数番。ウーピンか急走あたり切っときたいですね。ウーピン切り本一になってきた。さあこのチューンがそろそろ出るのか。出ました。このチューンは泣かない。泣かない。現状4統一あるのでチューンポンして3900、あ、しかもパワー1が3枚切れなんですね。となると本一チーというのが上がりやすいと、はい、それが大きそうです。はい、おドラ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 チートイ、イーシャンテンには取りそう。一旦リャンソーにしますか。一旦リャンソー、一応ねウッパースを引いたらシャンテン数戻して急走急走とかいう選択肢もあります。はい、ちょっと菅原さん手牌怖いですよね。そうですね、別にドラがあって伊達見えるわけでもないのに手牌パンパンのリアンシャンテン、なんかちょっとスリムにして安全牌を持ちたいようなですね。早めに形決まってほしい。はい、これもウーピン切って目いっぱいですか。そうですね、おっとここはリアンソー切り1枚入れでした。ピンズの方が安全度高いというのがあったかもしれないですね。はい、さあ難しい、リャンピン3ピンとか切る手もある。リャンワンは場に1枚入れ、リャンピンも1枚入れ、親がなかなか進まないですね。そうですね、ちょっとテンパイ間に合うかどうかというところ。さあドラ受けができました。これで今度こそこれはウーピンになりそうですよね。パーピン、何万だ、3万テンパイ、3ピン短期3ピン、現状山にはない。打ち出されることもなさそう。なさそうです。これで菅原両面2つのいいシャンテン。ウーピン切りたくなったみたいですね。そうですね、ここでウーピン。さあ北条待ち変えられるか。トンは1枚入れ闇天、良さそうですね。トンは、はい、ただウォータニーもこれは狙ってる。トン確かに、となると出ないでしょう。あ、3ピンはあれか、今取ったのか。はい、お、テンパイ、テンパイした一数走。
リーチ行くか。行くでしょうね、これは。はい、リーチに行きます。スーソー、スーソーはドラです。さあ北条、これリーチの現物ですよ。トンはおお、頑張らなかった。頑張らずに T1 短期、これは影響してますか、やはり今までの報酬が。どうですかね、難しいですけど、ちょっとトンで頑張りたくはあるんですけど、はい、実際菅原さんの捨て牌見てみると結構通ってない牌多いので、はい、C11 枚だったら行く人が多そうですけどね。ただここは北条は、まあ、我慢の C1 短期としました、はい、山に1枚ありますね。 C1 イースーソも1枚ですね。1枚しかないんですか。スーソー1枚しかいないです。天牌です。あれ同じ C1、 まさか行った、リーチまで行った。リーチまで行きましたよ。行きましたね。はい、やったれとですね。はい、出上がり8000で済むと思うなよと。やめた、ここはやめる。 C1 は1枚あるという話でしたもんね。1対1、1対1なんですか。出上がり12000、そうそう。いやー菅原もうやめてくれと、もう心の声がここまで聞こえてきます。一数相対チーワン短期、親はこれで脳天、二人の戦いになった。ウーワンは勘できる、勘できるのが幸せかどうかは分からない。でも臨シャンなら幸せ、臨シャンは何も関係ない、うんうん、相手がなくなりましたね。おー、スーソーここに来た。じゃあ菅原さん0枚。あ、チーワンが出た。これは魚谷の上がり。リーチ本一チート一12000は12300。北条ドラさんの天牌なんですよね、チーワン切って。なるほど、そうですね。なんかうまく回れちゃいましたね。しかもタイミングよくウーワンが噛んで、はい、チーワンがノーチャンスになったんですね。あ、もう結構安全そうな牌を切って万願の両面天牌。うん、これで12000って言われるのはあまりにも苦しいですよね。いや、自分がね、ハネマンクラス転敗しちゃいましたからね。はい、今転敗しなかったら C1 より数ワンの方がかなり安全高かったんで、はい、リアンワンが全部よ、あの全部見えてたんですよね。はい、そっち選べたんですけど、転敗しかもね、高打点転敗しちゃったんで、はい、押し出されちゃいましたね。そうですね、全てが悪い方に噛み合ってしまったというようなところでした。さあ難入しました、菅原の親番ドラワトン。いや、あのチートイドラドラからね、数アンゴ転敗しちゃうはちょっと逆にかわいそうですよね。はい、あ、ウッパソーでしたかね。ウッパソーでした。あ、なるほど、はい、あ、なるほど、ごめんなさい、ちょっと数アンコじゃなくて単葉ドラさんのドラガアンコってのウッパソーになったんですか。はい、なるほど。もはやそっちの方が嬉しいですからね、うん、あの順目だと。いや、北条にとっては苦しい展開、上下離れましたね。はい、いよいよプラス100が見えてきましたね。現実的になってきましたね。はい、この半チャンでもすでに71100点と、なんか見覚えのある数字となってます。さっきありましたっけ。いや、なんかあの、はい、よく巷で見かけるなんかコンビニエンスストアみたいだなと。 あ、はい、あまりにもなんか関係なかったです、はい、さあ菅原これでちょっとなんか3色も見えそうな、ゴロチ6チッパーふんわり。そうですね、広くパーピン切るか、ここで3ピン3ピンか、ウソウソ選ぶか。ウソ、これで両方の3色残りますね。そうですね、はい、シンプルにパーピン打った時も想像のイーペイコーだったり一通だったりも残るので、はい、どっちもある手配でしたね。菅原は3色に重きを置いたと。はい、さあドラを1枚持ってる北条としてはチートイツがメインとなるか。本当にこれでシゴロかドラかというような、シゴロもあるしドラもあるしイーペイコーでもいいし、はい、楽しみな手配になってきました。楽しみです。次に何を引くかというところ、斉藤としては逆にドラの1枚が使いづらい形、うん、斉藤さんはね現状33000点持ってるので、そこまで無理して上がりにはいかなさそうですよね。はい、これで菅原が3色のイーシャンテン567の方になりました。はい、
チーピン引いたらどうしますか。急走ロキソ全部ションパイですか。はい、僕は親番ならロキソでリーチの方になりそうですね。おお、両面リーチと、はい、子供だったら官労層ということですか。それもありそうですね。はい、まあ、どっちにしろローキューソリーチの可能性も高そうですけど、はい、うん、普通にどっちもありそう、ありですね。難しいですよね。そこまで差はなさそう。はい、まあ、ただ親ならやっぱり両面リーチして、どうせローソー出上がりもローソーツモもそんな打点変わらないので、急走の保険がある分いい気がしますけど。はい、ただローソーが切られていく、ちょっと官労戦みたいには受けづらくなりましたね。そうですね、6球走に受ける寄りになってきそう。球走も1枚切られた。噂のチーピン、さあどうするか。ローソン2枚切れですからね。両走切ってリーチになりそうですね。闇点か。闇点硬い、硬くいきます。286持ちでね、その球走で1500ってことを考えるとリーチしたくなるんですけど、はい、ここはグッとこらえて闇点です。こうするとこの急走でロン上がりと、菅原ピンフ1500点の上がり、斉藤の統一落としを捉えました。結構1300オールでも嬉しいタイプなんで、はい、ロキスにしちゃいそうだな。まだローソも急走も見えてない時でもってことですね。そうですね、はい、ちっちゃいんですよね基本は。いやでも1300ホール嬉しいですよ。子供で単野をドラドラ上がるのと一緒です、仕掛けで、うん、さあ何曲一本バスガラの親番、ドラはチーピン、ドラは1枚ありますがちょっと形はよろしくない、ネックが多いです、うん、今の上がりで行きまで来れました。はい、ただまだ100点しか浮いてないのはちょっとやりづらいですね。はい、ちょっと余裕のある点数が欲しいですね。ちょっとこのままぼーっと眺めてるだけでは3万点キープはできなさそう。はい、北条は差し子です。大谷形苦しい。ここいいですね。はい、6チッパまであります。ドラが組み込まれてるのが嬉しいですね。はい、ドラは幸せのもとです。さあ北条は差し子になるかドラを引くか、どっちかは欲しい。まあどっちも欲しいですね。ですね、ちょっとマイナス13400のままじゃ終われないですからね。終われないです。ちょっと大谷はこれでなんか本一チート一また見えてくるような、かなり本一に寄せそうですね。シャーの、はい、今重なった役割のシャー2枚切れだったんで、じゃあもうチート一ですね。ですね、親の菅原はローソーを引き入れて形がまとまってきました。ただネックのローピンが依然として苦しい。マンズの選択になりそうですね。はい、スーワン切るかリャンワン切るかパーワン切るか。パーワンにした。ちょっと斉藤さんも伸びが止まった。そうですね、塚原さんは官労ピンから仕掛けそうですよね。はい、急所中の急所ですもんね。ちょっと上がり率違いすぎますね、はい、このまま面前で進めればドラ重なりとかでだって見えるんですけど、このローピンはさすがに、はい、チーしてウーアンが2枚切れなんでローワン切りですね。はい、あウーアン入ってた。あ返してほしい。まあ、でもローピンとウーワンどっちが欲しいかって言ったら圧倒的にローピンですもんね。もう段違いです。はい、あっさり連敗。これマンズの馬強印で換算ワンにするってありますね。リャンピンも1枚切れです。お、しかしシャンポンにしました。リャンピンスーワン山には1枚ずつ。こういう選択って本当難しいですよね。はい、基本はあのシャンポンに受ける方がいいことが多いです。でやっぱり複数間違った方が他の人が止めづらいんですよね、はい、うん、ただこのくらいマンズバキョイってなったら3あの数番切ってカンちゃんも緩くそうに見えます、はい、
毎回決めるんじゃなくてその時その時で決めるのがいいと思います。はい、絶対にこっちとかじゃなくて、はい、しっかり状況を見てと、うん、まあ、迷ったらシャンポンって覚えておくのがいいかもしれないですね。迷ったらシャンポン、これはテストに出ます。明日使います。明日から使います。さあ数層関数装置、これで北条天杯弾薬なしに向けて、この後弾薬変化か三色変化を待つ形ですね。はい、斉藤さん関連は薬なしなんですよね。はい、薬なし2名、菅原は薬あり、うん、3万だった。ちょっと悲しい。斉藤さんは三色変化がメインの狙いなんですけど、おっと、初はションパイ。なるほど、じわじわ魚谷さんが追いついたりして。そんなことがあるんですか。まあでもシャア2枚入れですもんね。ちょっとメンツでの復活難しいですもんね。初ポンできて、はい、あら、ポンするか。まあでも上がるならしないとでき上がれなさそうですもんね。はい、まさか本当に追いつくのか。初1枚いますもんね。はい、チュンポンってことは、まあ一旦初短期か。一旦初短期、このあとなんかスッチーピンとか引いてきたら勝つになりそうですもんね。はい、その前に当たり牌になるかもしれないし、パワー1は1枚切れ、あ、2枚切れか、結構切りやすいです。あ、これ変えるかも。3色になった。いや、初が出ると大谷が天杯取れる。菅原さんにはちょっとウッパーピン切りやすくはありそうですね。はい、ここは初短期継続で3色がついた分打点が上がりました。このウーピンで切らなかったってことは結構初切る気なさそうですね。はい、北条は役割になりました。単用勘チーピン、ただドラのチーピンは打ち出す人はいないかもしれない。はい、多分菅原さんもタイプ的にドラのチーピン降りちゃいそう。降りそうですね。残り1枚の初はどこに行くか。リャンピン、これは菅原の当たり牌止めるんです。しっかりやめます。はい、あ、でもリャンシャアは切らなかったですね。そうですね、シャア切ると手配、あの捨て牌が弱くなっちゃうっていうのが大きいですね。確かにこうすれば想図もしかしたら誰かが止めるかもしれない、うん、さあ噂の菅原チーピン、なんかここまで見てるとやめそうなんですけどね。いや、菅原としては頭を抱える、なんでこれだけはやめてくれと言ったのにどうして来てしまうんだドラのチーピン。全然切ってもおかしくないんですけど、菅原さんは止めてきそう。止めるのか、止めるのか。黒魔術師、自分がチーピン1枚チーして使ってるんで、はい、シャンポンで当たる可能性はそこまで高くないんですよね、はい、なんでまあ打った時の打点はそこまで高くない可能性が高いので、押してはありそう親だったら。でも止めてしまった。これはおっと、初は斉藤の上がりだ。チュンちゃん、チュン三色ドライ1、3900は4200、北条から斉藤、ちょっと高いですね。ちょっと高いです。そして菅原はよくチーピン止めました、うん、お見事。はい、ちょっと打ってたらまた浮きを目指して点数が必要になるところでしたから、うん、そうですね、やっぱり菅原さん目線2人に危険というのが大きかったですね。はい、明らかに北条さん斉藤さんが前に出てきてたので、どっちかに当たる可能性が高いということで、はい、しっかり読みました。見事なストップです。とはいえ打っても2000点の可能性高いので、打ち切って親番連チャンしに行く手も全然あったと思います。はい、なかなか難しい状況でした、うん、さあ親番は北条です。何曲ドラウビン、この親は何としても何としても頑張らなきゃいけない。斉藤ドラドラかなりですね。はい、菅原は直風のペイがこいつ仕掛けていけばそこそこ早そうですけど、はい、ここまで守備力高めの菅原さんですけど、何2局で3万100点持ちとなるとちょっと仕掛け寄りになるかもしれないですね。はい、今メンツもできましたし、これは泣くかもしれない。北条は本一日記にはせずに9-1を切っていきました。そうですね、まあ落とせない親番ですからね、一旦手なりで進めてリーチを目指しながら、はい、自敗が重なった時は本一も見ようと、は
はい、まあ、これでもう面単品ドラでいいですもんね。ですね、ドラのウッピンが大きいです。はい、あまりにも大きい。どんどん伸びてくる。いいですね。北条としてはまずは4戦オール一発決めるだけでもあまりにも大きいです。魚谷はピンズが多い、斉藤はドラドラだけど形がちょっとなんか縦に縦にですね。うっすら単葉で仕掛けが見えてたんですけど、はい、ちょっとまた難しくなってきちゃいましたね。そうですね、どう運べばいいんだこの手牌。このスーソポーンもありましたけど、お、これは嬉しいですね。はい、一通だったりイーペーコーだったりで役が見えてきました。はい、さすがらここで選択です。お、強気に来ましたね。はい、ペーペー打っておくと2差しの3色まで可能性残りますね。ありますね。ただ3ワンも1枚切れだったんで無難にペー残して3ワン3ワンっていく手も全然ありました。なんならペイ切った後今出たリャンソーポンとかもありましたよね。ああ全然ありますね。はい、ただ座点が見えた以上はそこ狙うっていうことですか。はい、やはり菅原はなんか安いそういった仕掛けはしないような打ち手ですね。斎藤さんの手めっちゃ面白くなってましたね。ああドランコー最高のドラだ。リャンソー待ちリーチです。うっかり鎮逸もあるかなと思ってたんですけど、はい、最もうっかりな牌を持ってきました、はい、これ菅原さんまっすぐ行くとリャンス危ないかもしれないですね。危ないです。現物はリャンピンが1枚。菅原リャンピン切りそうな気がするな。ですね、リャンシャンテンですもんね。はい、おっと、おっと一番強気。はい、これやる気満々なんでリャンス危ないです。ドラマタギの牌ですからね、うん、ローピンロンって言われたら7700を覚悟します。リャンウソーは残りリャンソーがなくてウーソーが3枚。また無筋。でも今度はさっきと違ってローピンをしたことでローピンが現物になりました。はい、現物2枚数字3ピンも数字なので、おっとまだ頑張ってます。そうですね、3ワンが3枚切れ、ワンチャンスないですね。はい、北条は当然降りたくない。これは行くんじゃないですかね、チーソー。はい、あ現物のリャンピン。でもEピンが振り手なんでね。なるほど、ちょっとチーソーから押したかったですね。はい、3層こうなると菅原もいい加減ね、ここでシャンテン進まない限りは降りそうでしたね。はい、これで北条は振り点解消。リャンウソは1,2,3,4 ウソがまだ山さん、リャンソーがない、ウソだけ。はい、斉藤としてはこのトランコ上がりたい。上がればもう浮き番隊、そしてなんかオラスの親番楽しみになる。なんならリアンソツモがいいですね。そうですね、3000、6000です。ツモはないんですけど山にはありません。これはジャンドがない形か。はい、強く3ピンといくか、ローソーチーソがどっちも現物なんでちょっと安全にローソーチーソいくか。ただ3ピン筋ですね。おっとリャンワン切り、リャンワン切り、リャンワン通ってな、あ通ってるのか、通ってはいるんですけど、はい、間を取った感じですか。スッチーピンウッパーソーなら勝負になるけど、イーシャンテンからは3ピン切りたくないっていうバランスですか。はい、このイーピンをウォータにポン、テンパイスーピン発、いつの間に、いつの間にかやってきた。発は1枚切れ、結構全然遠かったですけどね、リーチ受けた時点では。山に1枚残ってる大谷の上がり、ただウーソーは依然として3枚残っている。大谷さんウーソーもいっちゃうんじゃないですかね。はい、重なるイーピンのポンでウーソーが流れた、こちらにやってきました。まさか流してその後上がりなんて、そんなことが。パーソー打ったらリャンス、ウーソーもいっちゃうかな、いっちゃうかもしれない。残り順目が自順とかですか。斉藤さんの捨て牌はリャンウソはかなり危ない、初を積もった大谷、なんと全部上がるじゃないですか。初本一1300、2600。あれこれ行きました、行ったかもしれないですね。いやこれ斉藤としてはたまったもんじゃないですよ。たまらんす。
ドランコで。どっから追いついてんのって後で放送見直して思いますよこれ、はい、こっからみたいなこれはあまりにもパワーです。で親番、はい、この親はもうノンストップですね。いや怖いですよこの親は。恐ろしすぎますよ。7万7千点ですか。7万7千点。さあ大谷の親番です。南三局ドラはウーピン。もはや悪くなく見えてくる。そうあんまり良くなさそうなんですけど、はい、大谷さんのハイパイって考えるとなんかなんとかなっちゃいそう。うおすごい人、すごい人いる。とんでもない手がありましたよ。今見せてくれ。ちょっともうあまりにもハイパイ良すぎてもうスイッチャーも混乱しています。そうですね、はい、ドラウーピンですもんね。はい、もうこれはやばい。ウーピンとチーピン引くだけ。ただリャンワンですって。これ冷静に考えて陳述じゃなくても高い。でも陳述の方が高いです。あるし何より菅原さんね28,800点で、はい、一応ね3万点間近なんで安い手でも嬉しいは嬉しいんですよね、はい、たださすがにこの順目で、あ痛くない、痛くない、痛くない、痛みは感じない。先に椅子を引いた時はちょっと難しいんでね、大丈夫、陳述にしましょう。そうですね、チーピンチーノ、ウーピンチーノ、はい、ウーピンとチーピン、ウーピンとチーピン。もう今多分菅原心の中で思ってますよ。思ってますね、はい、唱えてます。ウーピンとチーピンって絶対欲しい、絶対に欲しい。他の人はどうですか。チートイツいいシャンテンです。しかもなんかリャン、まあないかあ、まあこれは一旦採用しますか。どうします、一応、はい、まあまあまあウーピンチーピン引いて万願天杯からの鎮痛変化とかもありますしね。はい、想像がだいぶ多いです。もうこれはいっちゃいますか。これもいっちゃいそうですね。はい、想像の旅へレッツゴー。なんか面白い人多いですね。はい、斉藤さんもチーピンチーピンって引いたら純ちゃんリャンペイコーとか見えるし、はい、北条もマンズですね。ノーワンのポン、ヤクヤク統一の、はい、勝負手ですね、はい、すごいですね。マンズと想像とピンズの染めそれぞれ一人ずついます。一人は純ちゃん、はい、ガチというか、ああ3色すべて染められている。でも北条さんはマンズもいらないですもんね。そうですね、自敗だけ。おっと、そんなに言うほど嬉しくなかったでもスーザンコの変化もあるかもしれない。でしかも斉藤さんは1回上がるだけでもねもう浮きが安泰になるので、はい、おっと小三元のイシャンテン、小三元のイシャンテン、一応7、8、9万切ったら第3弦のリアンシャンテン。ちょっとそんな悠長なことは言ってられない。一数層テンパ闇点、チーピン引いたら強烈ですね。はい、菅原もチーピン引きたい。おお来た、ハクチュンは誰か持ってましたよ。はい、魚谷がチューン、危ない。本一小三弦ハネマンテンパイ。この北条さんのシャーシャーを、おお来た、カンチペンチーピン、え、チーピン山さんじゃないですか。山さん、え、あ、これ初危ない。初は大丈夫です。初3個唯一大丈夫なやつ。これ魚谷チューン重ねたの奇跡的。これでチューン、あ、え、ドラ、え、どうするんですか。いやでも満願天杯ですよ。まあ切りますか、うん、一通イーペイコードラドラ積もって跳ね満です。十分です、はい、うわチーピンだ、チーピンだ。これは菅原の上がり、一通イーペイコードラドラ8000点の上がりですとか。今気づいたんですけど、はい、大谷さん 99.9 でしたね。 99.9、はい、そんなにあったんですよ。それ触れてなかったな。あと 0.1 というところでしたが大谷8000点の北条となってしまいました、はい、この満願の上がったことによって北条さんの一人沈みがかなり濃厚になっちゃいましたね。そうですね、いやでもうっかりあの菅原ドラのウーピン残してリャンマンとかしなくてよかったですね。ですね、はい、大反撃食らうところでしたね、はい、下手したらハネマン報酬でもおかしくないですから。おかしくなかったです。さあ南4局、斉藤の親番ドラ初です。大谷8000報酬しても依然としてこのプラス 91.9 というのは超大トップ。
大トップというか大勝利。大勝利。はい。さあ、斉藤さん、菅原さん、大谷さんはもうこれでいいやってなっちゃうかもしれないですね。そうですね。さん一応ね2着の菅原さん近いは近いんですけど、無理して5200クラス補充してしまうと3万点割ってしまうので、はい、まあこの今日はマイナス 16.9、まあ、まとまった方ではあるので、そうですね、なんかめちゃくちゃ無理して2着以上狙ってくるとは思えないんですよね。はい、そうなるともうこのままこの着順で終わる可能性の方が高そう。となるともうこの手はもうチートイドラドラいけるかいけないかですね。うん、無理せずにいきそう。はい、上がれればよし、上がれなかったらまあそれもまたよしと。そうですね。はい、菅原さんもね これだけ受ければ十分ですか。そうですね、一時期マイナスまで行ってましたからね。はい、もうなんかこれでマイナスで帰ってたら悲しいところでしたが、プラス20くらいあれば十分ですよね。十分ですね。あれまた大谷さん本一やってますね。またですか。本一しかやってないこの人。もうずっと本一、また本一チート一ですよ。しかもね結構形も悪くないし、はい、メンツででも上がれそう。上がるんじゃないですか。またもうさっきの8000点取り返そう。なんなら3000、6000でプラス100いこう。3000、6000はチート一か。そのチート本一、はい、菅原さんでも形めちゃくちゃいいですね。ただドラガノン発が浮いてるのか、はい、さっき斉藤さんは5200打てないって言ったんですけど、菅原さんもね7700打っちゃうと沈みになっちゃうので、この発の切り時はちょっと難しいですね。斉藤はここでメンツ手にしました。一数ソーパーソー先に切っちゃう手もありますね。はい、誰かに泣かれたら降りちゃうみたいな。そうですね、まあ、ポンなら降りればいいですけど、うん、ロンだとまずいですからね。少なくとも発切ってリーチはめちゃくちゃ行きづらいんで、はい、テンパイ、あ、これで自然に初出てきましたね。はい、一数層テンパイ、これはその斉藤さんも一緒ですね。そんな親番なんで一数層いい街でピンフリーチ打つ手もあるんですけど、初ポンされてしまってはちょっと戦えないと。はい、そして大谷関連装置してイーシャンテン、さらにシャーのポン、これでテンパイ。打点こそありませんが役割のテンパイが取れました。チーソートンのシャンポン待ち。ただイースソーもめっちゃ強そうですね。イースソーは 1,2,3,4 山、そして菅原がリーチ、うん、サブローワン。菅原さんは初が切れてくれたおかげでリーチ打ちやすくなりましたね。はい、サブローワンも4枚ありますか。みんなごっそりいますね。はい、チーソートンがトン1枚だけ。あ、チーソートンが少ないですね。トン1枚切れか。はい、4対4対1、ただ斉藤降りるか。そうなんですよね。5200以上補充してしまうと沈んでしまう。降りれば大体大丈夫。ただ今回はドラの発が切れてるので、菅原さんが5200あるケースは相当少ないですね。なんか3色とか1通みたいな両半役さえなければ。そうですね。それでもね、その例えば両面高め3色とかじゃない限りは闇点にされることがほとんどだと思うので、はい、状況的には押しやすいんですけど、さすがに万が一があってはバカらしいですね。そうですね、こっから沈んでしまったらちょっともう後悔してもしきれない。6-1はフリテン、テンパイ復活ですけど、そもそも安全パイ少なそうですね。そうですね、現物はなくて筋が何枚かあるだけ。酸素、あ、数層が早いので酸素だけはいきました。はい、フリテンですが 6-1 テンパイ。これね、ドラが見えてなかったらリーチドラドラの可能性結構高いんで、斉藤さんはもうほぼいけない。あ、でもこれ6-7-8になりましたよ。おっと、高め3色で例えば5で3色がないっていう情報があったら押しやすくはありますよね。はい、ただ今回は何も情報なさそうですね。ないですね、うん、ちょっとどこかの3色だったりを否定する要素はなさそう。ないですね。上がちょっと薄そうぐらいですか、うん、まあさっき言った理由でやっぱりね、その安い可能性は高いのでシンプルに薄を切っても全然おかしくはないんですけど、ここは3万切りとした。これは菅原の上がりリーチ1300、
さあ以上の結果で、4回戦が終了いたしました。4回戦トップから魚谷、2着菅原、3着斉藤、4着北条の並びで4回戦終了となりました。さあというところで、この女流王冠 A リーグ大雪 D 卓4回戦まで終了いたしましたが、本日ご覧になって三浦プロいかがだったでしょうか。いやとにかく魚谷さんは強かったですね。強かったですね。菅原さんもねマイナス1式いったんですけど、そこから盛り返して、うん、プラス20近く浮いてますから、前後浮いてますから十分は十分ですよね。はい、簡単に北条さんちょっと苦しくなっちゃいましたね。そうですね、3回戦の途中で盛り返して結構ねいい感じだなと思ってたんですけど、ちょっと4回戦で北条続いちゃって、ずるずるいっちゃいましたね。はい、まあ、まだあの第一節なんで、うん、まあ、これから取り返していきましょう。そうですね、ここから取り返して、まあ、なんとかね望みをつなげて、まあ、前期だったかな、鈴木プロが、最初107とか103とかなんか負けてましたもんね。はい、そこから一気に復活したんで、全然本当何があるか分からない。まあ、間もなく、準備ができ次第選手のインタビューと、なると思われます。少々お待ちください。鈴木さんと菅原さん一応同期なんですよね。はい、なんか28期多いんですよ。あ、そうなんですね。はい、なんか4人ぐらいいたんじゃないかな、この A リーグにですか。そうです。僕20、まあ、28期って前期後期あるんですけど、はい、うん、後期も含めて。はい、じゃあインタビューの準備ができました。北条プロです、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、本日戦っていかがでしたか。きつかったですね。そうですよね。まあ最後の半チャーちょっと、まあ、置いといて、それまでも1戦目2戦目も関のせいにしてはいけないんですけど、はい、菅原さんが3回目ラストだったからやっぱ関なのかなとかちょっと思いながら、冗談ですけどね、はい、でもきつかったです。でも3回戦の途中から一気に盛り返してましたよね。はい、その大谷さんの親番を2000点で蹴った後から、そうですね、なんかこの辺はそのちょっと聞いてみないと分かんないと思ったんですけど、はい、その大谷さんが調子いいからその親をしっかり流してよくしようみたいな。そうですね、まあ、タイヤでも何でもとにかくリーチはかけない形で上がりたかったので、その前1300上がる前、1600か上がる前も白ポンしてとか、あとスチーピンのチーピンだとイーペーコーメデとかなんてはできたんですけれど、どうしてもそこで選択をしなきゃいけないというか、もう苦しいので、リーチせずに上がれればラッキーと思いながら打ってましたね。はい、そのペーポの2000点から一気に3回戦は盛り返して、本一といとい3校とか3000、6000やったりとか、はい、でももうあれはまあなんだろう、まあ、出たウーピンをスルーしたのが功を奏したんですけど、あそこでハイパイの勝利って言っちゃうとあれなんですけど。そうですね、はい、いやプラスがなかったらね、もっとそうなんです。だからここ4回戦目始まる前に、うん、なるべくインタビュー一発目じゃないように頑張りたいなと思いながら始めたんですけど、4回戦ははい、はい、かったですね。いやかなり苦しい報酬が4回戦待っていたと。打っちゃいけないんでどうなんでしょうね。なんだろう、その闇雲に報酬したつもりはないんですけれど、それなりの手で向かった手、展開がめちゃくちゃ悪かったですね。うん、タイミングが悪いというか、そうですね。で仕掛けで食いながらされてるのとかやっぱ見えちゃうと、もうなんかああ本当にダメなんだなって思いながら。うん、かなり苦しい展開だったと。はい、はい、ということで、はい、成績表が、出ますかね。出てます、目の前に出てます。出てますか、はい、はいはい、こちらですね、はい、マイナス 94.6 ポイントということで、まあ、苦しい1節目ですが、まあ、まだ7節まであるということで、あと6回あるので、はい、ちょっとずつ挽回していって
行こうと思ってます。はい、じゃあ最後に応援していただいた視聴者の皆様に一言お願いいたします。はい、一言、今日は勝手にパブリックビューイングを知り合い集まってやってるので、はい、いいところを見せられず申し訳なかったです。うん、でも次回また来週なんですけど出番があるので頑張ります。はい、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、北条にとってはかなり苦しい悪夢のような一日でしたよね。ですね。はい、でも本人全然落ち込んでなくて、うん、切り替えはできてそうなんで次から期待して良さそうですよね。はい、こっからが大事ですからね。僕だったら94負けたらもうしばらく口聞けないですもんあまりの悲しみで、はい、その辺はさすがですね。はいはい、ということで次のインタビューです。斉藤プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、本日一日戦っていかがだったでしょうか。はい、なんか原点が遠い一日で、最後もね、まっすぐ行ってもよかったかなと思いました。なんか結局打っちゃったんで、まあその読みとしては菅原さんが高打点のケースは少なさそうなので、まあ高め3色とかが怖いんで、まあ難しいは難しいんですけど。そうですよね、はい、行く手はあるはありますよね。まあでも全然降りるのも普通だと思うんでちょっと難しいです本当に。はい、まあ、ドラが見えてた時に押す手もありそうなぐらいで、はいですね。はい、はい、そんな感じでした。なんか一曲分かれ目になった曲といえば、この4回戦のトン4曲、単葉ドラドの7700。あ、はい、ちょっと魚谷選手ちょっと酷使でなんか最後の方スーピンとか押してて、はい、もう4枚目の実際テンパイで4枚目の Q1 でテンパイしてたんですけど、4枚目のハイは降りる予定でしたか。そうですね怖いですよね。でも勝負手ですもんね、自分がタンヤオドラドラの。ね、でも行っちゃったかもしれないです。もしかしたらかなりの勝負ですね。すごたりさん、スーピン余る前は全員止まらなさそうだったんで、ね、北条さんと斉藤さんはまっすぐ行ってたんで。そうですね、はい、4回戦目は何でしたっけ、トン1曲にポンポンさせて、うん、すぐチュン詰まられて、はい、あーと思っちゃったんですよ、うん、なんで魚谷さんには逆らわないようにしないとって思ってたんですけど、はい、ちょっと今日マイナス4回戦目もマイナスしてしまうと結構大きくマイナススタートだったんで、ちょっともうちょっと点数戻したいなっていう気持ちがありました。でも悪い中でまとまってたような印象はありますけどね、最後吹きで。はい、なんか痛い補充とかもできるだけなく、で7700で一気にプラスになって、最終戦なんとかプラスでまとめたと。はい、はい、なんか非常にまとまった一日でした、はい、さあ先生、成績表が前に出てると思いますが、マイナス 18.2 ポイントと、はい、かなり小さめのマイナスでまとまったということで、次回第2節に向けて応援してくださった視聴者の皆様に一言最後お願いいたします。はい、今期マイナススタートだったので、少しずつマイナスを減らしてプラスの域に持っていけるように少しずつ頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや本当にだって同卓にプラス90勝ってる人がいる中のこのマイナスですからね。うっかりどっか1万2000とか打ってたらもうかなりマイナス大きくなってしまいましたから。危ない場面も多かったですもんね。はい、点が入ってて。はい、次のインタビューになります。菅原プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、本日1日戦っていかがだったでしょうか。そうですね、ちょっと3半ちゃん目が厳しすぎて、なんかでも紙一重というか危なっかしいなって自分で思ったのもあったので、打ちながら、はい、そうですね、プラスできたことはまあ一つ良かったのかなっていう、大谷さん、うん、怖すぎ強すぎっていう、そのもうノリノリの大谷さんには、斉藤さんもさっきちょっとおっしゃってましたけど、あんまり逆らないようにしようかなっていう、その切らさないように、現物は切らさないようにちょっと、まあ、手も良くなかったので、そうですね、いける手は行って、厳しい時はしっかり受けようっていうのがテーマだったので、はい、という感じです。いやもう見ている僕らも大谷さん怖かったですから ね、ですね、はい、でもちゃんとその序盤からしっかり受け強めにしてたのに、ちゃんと
プラスしっかり稼いでたんで、うん、いやすごかったですね。まあ3回戦目はちょっとやることなさそうだったんで、ノーホーラーでした、うん、まあ、そこはしょうがないとこ置いといて、他がなんかやっぱり安定感すごかったですね。なんか強いの補充する気がしなかったですね。うん、そうありがとうございます。3回戦もあの G1 切ってのリアンパーワンも三浦さんがいやこの G1 を持っておくのめちゃくちゃ大事なんだよっていう、いやありがとうございます、はい、なんかでもイーマン切らないもちょっとあったんですけど、あの手順上あれがいいと思います。いやもうこの手順素晴らしいって言ってたところからの、はい、もっと早く切ってもいいって話してたぐらいなんで、5には 5-5 あーと思ってやっちゃったかなっていう気持ちは、ただマス層3層とね捉えられて、あー嬉しい転敗したんですけど、うん、ちょっと自分が悪かったかもしれないなとちょっとあの見返します。いや、はい、あれはもうね仕方なかったですよね、はい、ああした方がいいと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、目の前に成績表出てると思いますが、はい、第一節はプラス 20.9 ポイントと、はい、はい、プラス十分なプラスで1節目を終えましたが、はい、次の第二節に向けて、応援してくださった視聴者の皆様に一言お願いいたします。はい、昨年度の女流王冠入れ替え戦を勝って降級しそうだったところを残留を決めて迎えた今期だったので、あの本当にそこを勝った分もしっかり戦おうという気持ちと、あと麻雀、まあ、準備をしてきたつもりではいます。はい、ちょっと久々で緊張とかもいちゃんちゃめとかしてたんですけど、あのまあ、まだ20ポイントしかあれなんですけど、あのもっともっとプラスできるように頑張っていきたいなと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。いや、あわやマイナスというところまでいきましたからね、このプラス20は非常に大きいものがありますよね。ですね、むしろ3回戦あれだけ大きいラス引きながら20いてるんで、はい、なんかもう十分嬉しい、そうですよね、一日だったと思いますけどね。はい、というところで最後インタビュー、本日プラス90以上の勝利を抑えました魚谷プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日一日戦っていかがでしたか。まあ、運の神様でしたね。いやー、はい、いや強い、でもいや最近ずっと結構手が入ってるんですよ、うん、はい、でもどの試合も勝ってなくて、はい、だから今日の1回戦みたいな感じでずっと負けてたんで、うん、その手はすごいドラとかいっぱい入るんですけど、うんうんうん、上がりまで結びつかないみたいな状態でずっとあったんで、はい、あの久しぶりにこうなんか手も入って上がれるっていう感じになってよかったなと思います。はい、途中国士無双なんかもありましたけど、はい、なんといっても多分みんな聞きたいのは、うん、そうですよね、わかります、わかります、はい、はい、3回戦の陳一の、はい、あの関連品に受けたのは、はい、関三品ですね、失礼しました、関三品に受けたのはなぜですか。私が未熟だからですね。あの未熟、いや、手代わり結構もう切れちゃってて、はい、ウーピンとかもないし、ウーピン引いた時がいいかなぐらいですか、ね、あ、そうです、そうです、うん、あんまりだから、あ、手代わりほとんどないなと思ってた時の、うん、おー、ローピンと思って、うん、なんかあと1分ぐらいちょっと待ち考えないと分かんなそうだったからいや、あの上目分かってする6、7、8、9までは分かったんですけど、うん、あれこれ下まであとどこと思って、多分あとスッチーピン、ローキューピン、パーピンですよね、多分スッチーパーピンでしたね。あ、スチューパー危なだからちょっと私が分かんなそうだったから、うん、分かんなそうだったから切っちゃいました。はい、なるほど。あ、すいません、本当にこれ未熟なんで、いやすいません、あの時間かけないと、うん、でもあとこれ1分調光したら 100% もう何も出てこないしと思って、うん、3品は固まってなければ、うん、あるかもしれないと思ってた範囲だったんで、うん、はい、あのつもぎってしまいました、すいません。いや、もう3品がいいっていう判断があったからできたっていうのもありますからね、はい、実際でも勝負強さありますよね、はい、その調光して2品切るよりノータイムでローピン切った方が絶対上がりますもんね、うん、そうですね、と思って、その辺の切り替えもやっぱりすごいと思いますよ、まあ、はい、ありがとうございます、はい、実際切るとか分かんないですけど、あの3品の方がいたんですよ。ああ、そうなんですね、3品だからそのなんかウーピンも全見えだし、はい、イーピンの方も見えてたんで、うん、どっかが統一あんこじゃなければと思ってたんですけど、はい、いや、もうあの3品は見事な6000円オールなりました。いや、これいいのかなって感じ、はい、いや、
やまあそんなね国試やら鎮痛やらいろいろあった一日でしたが、はい、成績表前に出ています、プラス 91.9 と非常に大きいトップ、はい、当然もう暫定首位というところですが、まあ、まだ始まったばかりですから、これから第2節に向けて、意気込みを視聴者の皆様にお願いいたします。そうですね、今日の感じだったらあと20ぐらいプラスできてもよかったかなっていう雰囲気があったんでぐらい手が入ってたんで、はい、まあ、ちょっと今日の90がその 99.9 でしたもんね。確かにあの今日の90がちょっとそのなんていうんですかね、決定戦進出に影響しなければいいなと思いつつ、うん、あのまあこの位置戦えるんで下はまあほとんどもう見なくていいのかなっていうふうに思うので、うん、はい、あのまずは決定戦に行って、大川奪還目指して頑張ります。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、大谷さん毎回強いんですよね、僕見てると、はい、で90じゃやっぱ足りないですね。はい、あと20と、はい、さすがですね。いや、もうどんどん上をね目指していくというところで、うん、本日女流会リーグ第1節 D 卓終了いたしました。次回の第2節 A 卓の出場選手は、山脇千文、中田香奈、そして本日、もう出場しました北条恵美、そして東沙織の4名となっております。実況は鳥谷ゆうきのりプロ、解説は、現女流岡白金咲プロとなっております。次回もお楽しみに。それでは本日解説にお越しいただいた三浦プロ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆様本日も長時間のご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。